北口二宮駅は、神奈川県中郡二宮町二宮にある、東日本旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は、JT13。東京駅発着系統と、新宿駅経由で、高崎線に直通する湘南新宿ライン、東京駅、上野駅経由で、宇都宮線、高崎線に直通する上野東京ラインが停車する。 またかつて一部停車していたライナー列車に代わる特急、湘南の一部列車が停車する。島式ホーム一面二線を持つ地上駅。かつて駅舎は以前は下り方に設置されていたが、現在は、京上駅舎となっている。緑の窓口、指定席券売機、自動改札機が設置されている。構図駅管理の業務委託駅。 1945年8月5日の機銃奏者の弾痕がホームの大磯川の天井張りに残っている。発射メロディは2016年1月9日から、あずま山公園の早咲きの名の花にちなんで、おぼろきよが使用されている。当初は同年4月10日までの予定だったが、継続使用されている。メロディの制作はスイッチで、編曲は塩塚博が手掛けた。 1998年3月台夜改正より、平日朝ラッシュ時に当駅始発の上り列車が2本設定されている。これは、構図車両センターから出庫する際に、構図駅の線路容量が足りないため、当駅まで改装して営業運行しているものである。なお、当駅止まりの列車の設定はない。2020年度の1日平均乗車人員は9915人で、ある。 近年の推移は下記の通り。商業、業務施設が集積し、町役場などの行政サービスに関する機能や商店街が形成されている。神奈川中央交通西、二宮町コミュニティバスの路線が発着する。南口ロータリー神奈川中央交通西の路線が発着する。ガラスのうさぎ像、ありがとうございます。